マカのところまでまずは行くぞ。おい、いいですよ、ウィングスーツ。あれ、さっきどうやって加速してたんですか？下を向くと加速します。ただその分激突の可能性も高くなる。岩肌そっからまたウィングスーツ戻れるんで、パラシュートから。そう、あ、なるほど。気持ちいい。地面スレスレの方がやっぱ早く移動するんですけどやっぱちょっと慣れるまでは意外とあのセンシティブなんですよね、ハンドが。いや、でもいい感じですよ。あ、でももうつきそうです。曲がるときはゆっくり曲がってあげると。ゆっくり曲がってあげる。あ、いいですね、いいですね。あ、いいっすね。で、下向くときもゆっくり下向いてあげると徐々に。そう、早い。よし。ちょっと足がちょっとやりましたね。コードがつかめなかった。難しい。よし、行こう。そう、はい、ここから始まるってことですか？そこのマークのところまで行っていただければ、はい、よし、来た。そこで Y を押して、はい、あ、なるほど。これでミッションが始まります。さあ、大丈夫かな。ヨウちゃん、どういうスタイルですか、こういうゲームは。どういうスタイル？はい、ガンガン行くのかとか。あ、もう結構隠れつつ倒していくとか。隠れることができないんですね。荷物もう無理です。まあ、できるとは思いますけど難しいですよね、やっぱり隠れるのって。じゃあガンガン行っちゃうタイプですね。そうですね、もう正面からしか行けないですよね。あ、じゃあ社長と似たタイプかもしれないですね。ちょっと今演技上カットシーンをスキップさせていただいたんですが、トラックにグラップルで左上に目標が出るので、ね、はい、これに乗っちゃいましょう。そしたら下に出発してくれます。おー、その風船なかなかクールだな。役に立ちそうだ。奇襲作戦なんてどこで思いついた？これ飛ばしたら怒られますかね。エルアビスまで突然あんたが現れてブラックハンドが慌てふためいに失敗になっちゃう。傑作だった。あ、でもこれ風船がまだついてない。そう、ここから敵がちょっといるんで。敵いますね。なんすか、そんな行きますか。行きますね。待って、どこ。一発目で頭当たってましたね。あ、すげえ。ヘッドショット。あれ、なんこれ。回収。あ、これ、あれか。なんか、これ邪魔でトラックが通れないんですよ。そうか。あ、なるほど。なので、ボタンを押していただいて。これでメニューが開きます。で、RT でグラップリングフックのメニューに。リツイート。リツイートじゃない。はい、右トリガーです。急に世界に発信しちゃうんです。これですね。あ、これですか。RT。で、はい、今ちょっとチュートリアルでロードアウトの編集ができるんですけれども、はい、A で送ってください。A、はい。はい、で、全部で、ね、3つのロードアウトを、はい、設定することができて、どんどん行っちゃいましょう。あ、ごめんなさい。大丈夫です。で、ロードアウト A を選択中なので、うん、B を選んで、あ、一回戻ってください。B に戻ってください。そうですか。で、編集で、これが画面ですと、うん、はい、うん、行っちゃいましょう。あ、A で、一番左がオートっていうので、うん、もう、うん、あの打った瞬間に発動するっていうのですね、うんうん、でその隣が上押すと書いてありますが、うん、方向キーの上を押すことで発動っていうことです、うん、で、もう一つ右にあるのが上長押しとありますが、上を長押ししている間だけ発動するというこの3パターンの、ロードアウトから編集することができます。で今回はチュートリアルなので、言われた通りにエアリフター中をオートに追加しましょうと、はい、X を押しながら L スティックを傾けて中にからもう一個、はい、中、はい、これで完了です。これで B で戻って S ボタン、これ S です。あ、 B です。 B、 あ、 B、 すみません、シルクが、はい、来ました。でこれでできました、はい、でメニューを閉じていただいて、はい、じゃこの廃車ですね、うん、これが今トラックの邪魔になっているので、うんうん、これをグラップリングと、エアリフターを使って除去してみましょうと、うんうん、これですね。おー、で、離すと、離すと、おー、さようなら。飛んでた。弾を無駄にしちゃう。弾を無駄にしない。で、もう一回トラック乗っちゃう。トラック乗っちゃダメ。トラックの上に乗っちゃいましょう。引かれる、引かれる、引かれる、引かれる。待って、グラップリングで、そうそう、
れなんか残りますよね。今壊しちゃいましたね、後ろの扉みたいなところ。このトラックの HP がゼロになっちゃうとミッション失敗になっちゃうので、はい、いいっすよ、撃っちゃっていいっすよ、これ。あ、これは大丈夫。敵だ。その風船を使ってみろ。え、敵にこの風船を使ってみろ。敵にも使えます。オラオラ。いいよ、そのまま連結します。連結して、なんかブランってしてます。でも、今がチャンス。めちゃくちゃやっぱ、ちょっと私撃たれてません？後ろから撃たれてます。ヘリコプターが追って、やばい、逃げて。どうなる、ヘリコプターが追ってた。ヘリコプターに乗る。まさかの、想定していない。奪って落ちてる。おお、まさかの。なんでヘリに乗った。なんでこれは、銃がついてない。輸送用なんで、兵装がついてないんですね。あー、なるほど、はい、乗り捨てちゃいます。はい、それで大丈夫です。でも、降りてまた。あ、このままだと食らうんで、パラシュートを1回開いた。いやそいつらを倒しちゃいます。すげえ速さだよ。いいっすよ。うまいね。OK、これで、まだ邪魔なのがあるんで。これはもう惨劇でしたね、このバルーンの2人は。すごいですね、すごいオーバーキルをしました。すごいですね。もう1個くらい。さようなら。素晴らしい。慣れてきた。してくれ。どうだ、覚えるのが早いですね。ねえ、すごいですね。いいね。危ないところに乗るつもり。2台。見やすいかなと思って。後ろ下がるじゃん。飛べば下がれる。おお、今ので落ちてたら俺も本当にごめんなさいって感じ。あ、また来ました、また来ました。そうだな。今はもういいや。命の彼の。ちょっと弾を無駄にしないとね。フックで戦うっていうのやってみよう。任せたリコ。出したグラップリングフックは方向キー下長押しで全部解除できるので、解除しないとこれトラックが浮いちゃいます。トラック浮いちゃうよ。倒してくれた、割ってくれたよ。ペジが後ろから撃たれて。後ろ、なんだよ。めっちゃ痛い、めっちゃ痛い。あれグレネードは、はい、武器にサブウェポンがついてるんですけれども、右、R1、RB で、もう何でもありだね。もういいじゃないですか。何でもありだね。死体は本当に天国に送るっていうね。一体。いやでも結果としては全員倒してますから。すごい。なんか今、銃口がまだいますね、後ろの一人残ってます。あ、なんかもう串刺しじゃないですか。何個つけるんですか。すごいっすね。もうプラーンって方が多いですね、プラーンって方が。あれ、これまだ飛ばない？重いのかな。引っかかってんのかね。いきます、大丈夫、縦置き。なんか、車をうまいこと運転されてないですね。なんか引っかかってるかな。一回全部リセットしてもう一回付け直しましょうか。方向キー下長押しをしてください。やっぱ引っかかってますね、あれ。なんで、もう一回。追っかけて。追いかけて。間に合います、すげえ量だ。若干サルヘントに置いてかれてる気が。どうだ。後ろにいます、ね。何？来てる。自分の車を追っていけない。ああ、もう目の前。乗っちゃいましょう。
で多分トラックに乗れば大丈夫です。トラック出た、それ撃ってます、トラック、あ、それ待って、撃ってます、これ撃ってます、あ、待って、あ、うん、よし、大丈夫大丈夫、頑張れ、届くんで、届く、おお長い、おお、かっこいい、気持ちいいっすね、たまに、たまにどこのボタンか分からない、これは大変なんでしょう、うん、でこれからもガシガシ追ってくるんで、そう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 、おお、そう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 、すごいすごい、おらおら、もう最初の動きと全く変わりましたね。ああリコも笑ってますよ。あ、相当こう重要だなこれ。バギーを今トラックに引っ付けちゃいました。追っかけろ、サルヘント追っかけろ。オッケー。おお。今まさに現場で活躍してるだろう。まだ追っかけてくる。まだまだ来ますよ。あれ、弾がない、弾がないならグラップリングフックで、さあ、見せ所、飛んじゃった、待って待って待って、先に行く。でもこれ逃げるのめっちゃ早いですよ。落ち着けば全然間に合います。あ、これ最長離されたんじゃないですか。大丈夫大丈夫、これでも追いつく、追いつきます追いつきます、絶対、ね、絶対待たない、サルヘント、サルヘントもね、自分で連れてけって言った割にはもう乗ってること気づいてないのかな。あ、でも目的地ついたみたいな、ついてますねこれ、はい、素晴らしい。なのでサルヘントのところまで急ぎましょう。目的地にはついたんです、彼一人で。でこのカウントダウンの時間だけ、トラックを守らないといけないので敵を退けましょう。敵を退けましょう。さあ、クモナの体力もう半分ぐらいになってます。どっかにね、来た来た、武器のプレートがあるんで、はい、奪っちゃう、銃奪える、銃奪います、ね、お倒した敵から奪ってもいいですし、ちょっと後ろに、ね、そう、敵、あ、これ近接がね、近接ができるようになったんですよ。これすごいですよね。うわうわうわ、あ、武器落としましたよ、あ、武器落としましたよね、どこ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 、いた、あったあったあった、あった、拾って、はい、よし、これでほら、さあさあさあ、そう、彼もう倒れてます。ガンガン来ますよ。すごいすごいすごい。あ、そうですね。それ落ち着いて打った方がいいかもしれない。おお出た。リコキック。で体力低下した時も今みたいにグラップリングで、うんうん、高速移動すると弾当たらないので、それを使ってちょっとまあ回復する時間を作ったりとか。上に逃げてもいいですか、ね。やばいやばいやばいです。これはやばいですよ。さあ一戦。逃げれるか、逃げれる、リコは強いか、いいですね、よし、なんとか回復、ヘリが来てるんじゃないか、あ、上に、ヘリがいるかも、来てないか、やばい、やばい、トラック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 、スタート、10秒、え、あと10秒守りきれば、守りきれば、あ、いけそうだよ、いけそう、いけそう、いけそう、すごいですね。ちょっと猛進でこう。いいですね。このスタイルはもう。はい、お、これで。いや。おー、素晴らしい。知らなかった。これは司令塔としてタオスアーミーの補給と安全確保に努めることにするよ。まだまだ敵はいますね。敵はいますけど。さあさあいい感じで倒してます。これ敵を倒した方がいいんですよね。無視してても大丈夫です。倒さずに離れちゃってもまあ大丈夫ですし、倒してもいいですし、そこはもうプレイヤー次第です。はい、ねえ、素晴らしい。